はい。大和ピアラブです。宮内庁が、ま子さまへの一時金支給をなしにする方向で検討していると報じられていました。 えー、これに関してなんですが、私もね、宮内庁が言ってるように、一時金はなしにした方がいいと思います。ただでさえね、まあ、小室圭さんと、ま子さまの結婚に反対している国民がね、 えー、まあ一定数いるわけなんで、うん、そういうことを考えるとね、まあ一時金はなしにした方が、まあ国民感情に配慮するっていうことでも、その方がいいのかなっていうふうに思いましたね。えー、またね、その一時金をなしにするのであれば、結婚には賛成しますっていう人もね、 まあ結構いるんですよね。うん。まあなので、一時金はやっぱりね、なしにした方がいいと思いますね。えー、これはね、一年前ぐらいの配信でね、私も言ったんですが、えー、小室圭さんとね、真子様で、 え、ニューヨークでね、YouTube を始めるというのもいいのではないかなと思います。えー、まこさとね、小室圭さんと、えー、二人でね、もうカップル YouTuber として配信をされたらね、もう絶大な人気になると思います。 えー、一時金の一億ぐらいね、もうまこ様と小室圭さんがね、カップル YouTuber をやれば、えー、もう一瞬で稼げると思います。うん。えー、まことね、小室圭さんが、えー、ニューヨークの街ブラ配信とかね、うん。えー、エンパイアステートビルに行ったりとか、 えー、まあ、五番街に行ったりとか、えー、タイムズスクエアに行ったりとかね、うん、そういうような配信をされたら、もうね、スパチャもめちゃめちゃ飛んできますから、うん。えー、ぜひね、まこさまと、小室圭さんでね、カップルユーチューバーを 始めてほしいなと、思いますね。えー、小室圭さんもね、喋りは上手いそうなんで、まあ YouTube 向きだなっていうふうには思いますね。うん。えー、まこさまもね、まあ頭がいい方なんで、まあ YouTube も向いてると思います。 ご視聴いただき、ありがとうございました。